こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。今回もなんですけれども、皆さんからたくさん質問をいただいておりまして、はい、その中でちょっとね、平井さんにお答えいただきたいなと思う、まあ、質問コーナーみたいなのをやりたいんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、ではですね、まあ、コメントにいただいた方、メールでいただいた方を順にご紹介させていただいております。輪廻転生の仕組みはいつからあるのですか。人間が地球上に生まれた時から誰が作ったんですか。まあ、これ誰しもが思う質問だと思うんですけれども、うん、どうでしょうか。ご質問のように、仏教では輪廻転生ということを教えられてまして、私たちはこの人間に生まれてからこう死ぬまでの間だけが私たちの命ではなくて、うん、いろんなこう生き物、いろんな世界にこう生まれては死に、生まれては死にを、うん、繰り返しているんだと、まあ、いうことを教えております。はい、この輪廻転生というのはどれぐらいこう昔から続いてきているのかということにつきまして、うんうん、仏教ではこう私たちの生命、命の流れですね、うん、これは始まりがない無始というふうに言われるんですね。はい、でそしてじゃあどれぐらいこの続いていくのかと、はい、まあ、人類がこう滅亡したり地球が滅んでしまったら輪廻転生もなくなるのかなと、うんうんうん、まあ、いうふうに思われるかもしれませんが、無終と言われまして終わりがないと言われるんですね。いつからあるんですかっていうことに関して言うと、始まりもなければ終わりもないですよってことですね。そうですね、まあ、それをこう、まあ、イメージ映像で言うと輪なんですね。この始まりもなければ終わりもなく、はいはいはい、ぐる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 、はい、いろんな生き物や世界に生まれては死に、生まれては死にを繰り返していまして、はい、でもちろんその生物的にはこの滅んでしまう、人間もその例外ではないですけども、ですよ、ね、生まれてはまた滅ぶ種があったりしますけども、そういうこととは関係なく、こう生命というのはいろんなものに生まれては死に、生まれては死にをこうずっとこう繰り返していき、それに始まりもなければ終わりもないと言われるんですね。はい、世界そのものもそうです。うん、地球は確かにその滅ぶ時があったとしても、また別の、それがどういう形になっていくか分かりませんけれども、別の形になって、生まれては滅び、生まれては滅びをずっとこう繰り返していくんだと、こう仏教では言われているんですね。ブッダはもちろんその人間として生まれて悟りを開かれて教えを説かれましたので、その教えられ方としては、まあ人間に割と中心的と言いますか、まあ、そういうことになりますよね。まあ、人間に割と目線を合わせた説かれ方をされてはいますけど、はい、もしブッダが豚として生まれられて豚として悟りを開いて豚の言葉で教えを説いておられたら、まあ豚に分かるような説かれ方や言われ方になると思いますので、ですからこのブッダがこう悟られたことというのは、作った教えということではなくって、こう悟りを開いて発見された、分かられた、こういう真理を教えられているのが仏教なんですね。はいはいはい、ブッダは気づいたから教えてくださってるってことですよね。そうですね、はい、別にブッダが作られたわけではなく、はい、ですから仏教でこの世界を作ったものとか、うん、またそういう法則を作った人とか、うん、まあ、そういうものではなくって、ブッダはその気づかれて真理法則を教えてゆかれた、これが仏教という教えなんですね。じゃあこの誰が作ったんですかっていうご質問に対して言うとどうなるんですか。輪廻転生ということを作った人がいるとか作ったものがあるっていうことではないですね。まあ、まあそうですね、初めからそうだったという、はいはい、まあ、そういうことですね。まあ、どうしてもその宗教的なもので考えると、なんか神がこの世を作ったって言ったりとかするので、ついついこの考え方も出てきてしまうのは当然だと思うんですけれども、ただこう仏教の中では、そのいや誰が作ったものでもないよってことですよね。そうですね、初めからそういうものって、そういうものってことです。はい、はい、ということなので、いつからあるんですかっていうのは、始まりないですし終わりもないです。誰が作ったんですかって言ったら、いや誰も作ってないですよってことですね。そうですね、はい、それを発見して教えられた方っていう意味では、ブッダが教えられたということではありますが、作ったわけではないということですね。はい、ということですね。はい、まあ、その気づいた教えを私たちは聞いてるってことですよね。はい、はい、ということです。なんかすっきり私もしました。いつから、はい、誰が作ったんですかとか、いつから始まってるのって、私もいや少なく
でも恐竜の時代にはそれないでしょってずっと思ってたんですよ、正直。あ、そうじゃないってこともすごい今日分かりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてもう一つ質問いきますね。はい、因果応報の会にいただいたコメントなんですけれども、自分に返ってくるんですか、自分の大切な人が代わりに受けてしまうことはありますかというご質問です。はい、因果応報についてのご質問ですが、因果応報というのは自分のやった行いは自分に返ってきますよと、はい、これが仏教の一番その土台となっている教えですので、自分のやったことは全て自分に返ってきます、うん、もちろん早く返ってくるか遅く返ってくるかの違いはあります、うん、比較的すぐ返ってくるものもありますし、もうだいぶ後になって結果が現れるという、まあ、こういうこともありますが、はい、まあ、例外なく自分のやったことが自分に返ってくるんだと、まあ、ご質問にあります自分のやったことが誰かに行くっていうことはないのかと、はい、まあ、こういうご質問ですが、例えば親のやったことが子供に行ってしまうということはないんだろうか、うんうん、親のせいでこうなってしまったとか、まあ、ことをちょっと例に考えてみますと、はい、例えば親御さんが有名人、そうするとやっぱ子供は学校でいじめられるとかですね、あ、お前とこの父ちゃん昨日もテレビで何とかしちゃったなみたいなあれですね、なんかそういうふうに子供からするともう親のせいでなんか周りからなんかああだこうだ言われて嫌だなとか思うかもしれませんね、うんうん、こういう場合なんか親のせいで自分はこうなったんじゃないかとか、なったんじゃないかと、まあ思われるようなケースっていろいろあると思います。そうですね、なんか例えば、はあ、私の日頃の行いが悪かったから子供がこんな病にみたいなのもよく聞く話ですよね。ああ、はい、でそういったことも一切仏教では自分のやったことが子供に行くとか周りの人に行くと、うん、まあ、そういうことは一切ありませんので、あ、ですよね、はい、あくまで自分のやった行いは自分に返ってきます、うん、ただですね、ただ、はい、ただ知っておいていただきたいのは、はい、仏教では正確に因縁果と言われまして、縁っていうのがあるんですね。そういうことから言いますと親が縁にはなるわけですね、はいはい、ですから親の行動やどういう親やどういう家庭で育ったかっていうそういう影響は及ぼすわけですね、はいはい、ですから親のやったことが原因で子供がこうなるっていうことはないんですけども、うん、ただ無関係かっていうと縁にはなってますから無関係ではないです、はい、なるほど。だから分かりやすく言うと何かが起こってその何かがこっちに行くことはないけれども、ここが例えば親子という縁があるとしたら縁という影響を及ぼすよってことですよね。そうですね、影響は当然何かしらありますので。そうですね、ですからその親は親、子供は子供だから親は何やっててもいいとか、はいはい、何してても子供に行くわけじゃないんだからと、そうですよね、そういうことにはまたならないですよね。無関係ではないですから、縁があるから影響はし合うよって、ここはポイントですよね。そうですね、はい、はい、ということでございます。お分かりいただけましたでしょうか。はい、またご不明な点はまた重ねて聞いていただけたらと思います。はい、こんな感じで、名古屋歌舞伎は本当に170回を超えて放送させていただいている番組なんですけれども、本当にね、1回から170回、どれを見ていただいてもいつでも見られますし、いつでも学べる内容になっております。ぜひ皆さん自分が気になるタイトルの回とか、ちょっとこれ学んでみたいなと思う回があれば、もうそれを見ていただいてですね、もうそこで結構です。そこのコメント欄に質問などがありましたら、またこうやって書き込んでいただけますと、また平井さんにお答えいただく回を作っていきたいなと思いますので、はい、はい、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。